6時で、本家が8時55。結構ギリギリしてる。バッグ面白い。ちっちゃいんだね、ワンサイズ。一緒じゃない。私の方がなんかでかく感じる。伸びてんのかな、使いすぎて。わかんない。かわいい、見て。超走った。丸の内が4分できたからね。丸の内でめっちゃ隔離されてて、八重洲から。大変だ。ギリギリだったね。ここ着いた。チェックインします。めちゃめちゃ行列。なんで中国の人ってさ、みんな赤い服着てんの？国旗みたいな。めちゃ並んでますね。皆様海外に行かれるんでしょうか。これお米の毛がやばくてさ、恥ずかしい。このズボン、あれでめちゃめちゃ全身筋肉痛でさ、超足痛い。歩くのも精一杯。めちゃめちゃ。まずこれで同意するっていうのを選んでもらって、駅はお腹すいた。待って、今超行列。ちともちゃんに染めてもらった髪めっちゃ綺麗になった。透明感がありますわ、すごく。セブンがあったので中本のカップラーメンを見てきます。それをお土産で渡せばよくない？飛行機ですごい寝た。サモエドカフェ行きます。今日の予定はサモエドカフェ行った後にホテルにチェックインして、荷物を預けて、シチョンでフグ食べてなんかして寝ます。眠いので明日早く起きる。入国するときに紙が必要かってよく質問いただくんですけど、 KETA と Q コード申請してたら紙は書かなくていいです。ケースがめっちゃ汚れてたのでおしぼりで拭いててからじゃないとちょっと触れないので、ふきふきしてます。どうしたらこんなに汚れるのっていうくらい炭みたいのがついてて、何事って感じなんですけど、こことかね、持つところとかとんでもない量の炭がついてんのよ。何があったの？服を着替えましたよ。可愛くなった。さっきジャージだったから。これは新作のジャケットだよ。空港鉄道で本で行きます。はい。芋の匂いがする。めっちゃお腹すいた。なんかかわいい。韓国のさ、照明ってめっちゃ白くて盛れる。あ、おでんあるよ。食べよう。私のお店に来ました。いただきます。これマジ美味しいよね。トンデムにもあるから食べてみて。美味しい。これシナッ
しそう。なんか日本語書いてるよ。本当だ。マネカセ。辛い時にさ、熱いスープ食べると死なない？仲間と比べて。こっちだから。でも、うちおいしい。ポッキー食べてみて。あ、味がしない。味がしない。なんかさ、日本のポッキーを想像してる。確かに、僕もそうやったもん。いや、まずいのか。おいしいよ。おでん食べてください。ね、おいしいよね。どっか、リボットをつけて。サモエド、サモエドっていう犬の種類？そうだな。サマイダカフェに行こう。まあ、天気良いでーす。いや、いっぱいアイドルの写真がある。誰かは知らんが、めっちゃいっぱいいる。昔本での通り、iPhone ケースいっぱい。マジ臭い。気持ち悪くなってくる、この匂い。下水みたいな。え、かわいい、あそこ。後で写真撮ろう。こんな感じらしいよ、最近のトレンド服は。ほら、めっちゃニューチーンズって感じだよ。 Y2K ファッション。え、てかそこのリズみたいな服屋めっちゃ可愛い。花柄、うん、プリクラ屋さんが増えたイメージ。めちゃめちゃ、ここはね、とにかくゴミがやばいんですよ。見てください、このゴミを。やばいです。着きました。眺めたいよ。いいお米がいっぱい。見て見て、すごいお茶色いの来た。で、一人ポメラニアいる。どれ？抱っこしてる。なんて言われた？人入れます。あったかいね、めっちゃ。まだワンワンいない。かわいい、ちょっと待って、かわいい、シュラー。あるの？バイコだよ。はい、サマエド使いや。すごい、いっぱい。かわいい。シュラー。So you guys can't believe we got to share them now. So, Kajima, they gave us a treat. Get it? Oh, it's good. I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 t's good.なんか怖いよ、なんかうつくさい人。かわいい、見て。お前のカフェ可愛かったな。韓国の友達に会いました。チェジュに住んでんだよね。ソウル久しぶり。うん、1ヶ月ぶり。割と来てる。でもみんな背高くて見えない。プリクラもなんかピューロランドみたいなカチューシャ多いし。からホンデでプリクラ撮ります。こんな感じになってて、1回400円で2枚撮れるんだって。バービーか MBTI か、サンリオにする。これ、え、何が違うん。
っちか、3人用ってこと？ちょっとめっちゃお金散らかしちゃった私。すごい鮮明に映るね。全然光ないけど、ね、ちょっと近い方がいいとかある。はい、行きますよ。どこ見たらいいか分かんない。中学生の時から可愛くてよく来てたとこなんですけど、まだあって感動してます。可愛い。これ1500円で可愛い。あったら楽。売り物に混じってワンワンがいるよ。星作ります。そしたらで、ここに入れたいお金を入れるんです。私は一旦じゃあ1万円。そしたらなんか両替する必要がなくなるからめっちゃ楽っていう。で、カード発行。これはいろんなとこにあるんで、で、カードが出てくるので、抜く？はい。完了。ここではお菓子を使うぞ。こちらの最寄り駅に着きました。人がいっぱいいます。美味しいよね。こちらおすすめでございます。ソンデムに着いた。ソンデムに可愛いカフェ見つけました。スカイパークで今日睡眠1時間くらいできたから眠すぎて今ホテル着いてずっと1時間くらいぐーたらしてます。眠いね。足がやばい。朝歩けなくなっちゃう。ホテル帰ってきてもう眠すぎてずっと寝てたね、1時間くらい。今何時？今からご飯食べに行ってきます。私さ、ウーバー配達員みたいじゃない服装。ウーバーです。ウーバーのニュージーンズです。グミ食べようとしたんですけど、なんかちょっと汚かったんでやめました。普通にうどん食べに行きます。食べてみて。いただきます。私韓国の餃子あんま好きじゃないんだよ。なんで頼んだの？餃子何でも美味しいじゃない。期待するね。あ、でも美味しい。本当？うん、ダメ？美味しい。ニラの味がすごい。サンダン餃子より美味しい。麺丼餃子めっちゃまずすぎて韓国の餃子嫌いになったもん。超寒い中みんなめっちゃ並んでて、それでこの味みたいな。かわいい。いただきます。ジャージャー麺想像の味とめっちゃ違うよ。多分ジャージャー麺食べたことない。キムチ取ってこようか。どう？美味しい？なんか見た目と違う味しない？そう、よかった。中本よりは辛くないよ。本当？美味しいよこれ。うん、大根？大根やばい。うん、ここみんな行ってほしいね。おすすめだね。お手軽だ。700円とかだよね。餃子とちゃんぽんとジャージャー麺と大根キムチ。足重いよね。めちゃめちゃ。わかる。美味しいの基準がわかんない。美味しい。このジャージャー麺レベル高め。ここ匂いが臭くないってことは美味しい。美味しいです。通うわ。このジャージャー麺めっちゃ美味しい。この量とこの味で700円レベル高い。そこの切り詰めたのが美味しい。ドリンクを飲みに来ました。何味でしょう？お兄さんが買ってくれたけど。美味しい？何味？行ってみようよ。うん。美味しい？いちごバナナ。牛乳めっちゃ入れてたよね。そう。この辺。明日また来るよ。そっちから、そっち行ったら、いつも仕入れる。明日見をします。はい。日曜日ですけどめっちゃ普通に人います。いつも盛んな場所が日曜日は静かです。てか常に歩いてない道、うん、売ってました。こちら
あ、見て、期間限定のやつ出てる。これ絶対美味しい。これは何？ナッツみたい。これ定番ですね。あとはコーン茶とか美味しそうじゃない？この全般的に。チャパグリ、チャパグリ美味しかったよね。モグリがない。1日目の購入品紹介。フロス、歯ブラシ。最近泊まるホテル全部に歯磨きがないから韓国ついて買うっていうね。ここの鎖骨が Y 字なのが残念ですねって YouTube でコメント来たんだけど、なんか多分横になってるのがいいんだって。それが Y 字だからこいつ残念だなみたいに言われて。これなんか良さそうだから買ってみたけど、どうなんだろう。先にフロスするのがいいんだって、歯磨きする前に。